変身しなきゃ。ヤネちゃん、もうキータ君と遊んじゃダメよ。でも、携帯は没収します。なんでゲームなことすんのだ。欲しくなっちゃって、つい少ないお小遣いを貯めて買った子もいるのに、君といたらもう次はないからな。ごめんなさい。じゃあこれ、俺が払うから。なんで俺が払うから。もう俺と関わらないで。なんで俺はヤネスケのためにやったのに。許さない、絶対許さない。すごい影響力だ。ヤネスケ、お前見てんねやろ。お前、今日夜7時ヤネスケについてとんでもない暴露あります。この暴露したらヤネスケはもうこの世に存在できなくなるぐらいとんでもない暴露です。お前首洗って待っとけよ。お前こら、やばい、なんとか居場所を特定して止めないと。はい、これで今日の生配信終わります。みんなほんま大きに品はもろとも。ただまだよろしゅう。これでええんや。俺はもう失うものも何もない。今日は俺の誕生日、そして新たな自分に生まれ変わる日や。ただいま。お母さん何してんの。キータ君が馴れ馴れしく LINE してくるから文句言ってんのよ。おい、もう仲直りしたんだって。勝手なことすんなよ。ヤネスケ、お前ほんま残念やわ。謝罪しに来た思うたら裏でぐちぐち言いやがって。お前全部回ってきてんだよ俺に。いい加減にせよお前こら。約束通りヤネスケの特大暴露したいと思います。ハッピー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 、みんなでメイクアグッドライフ。洗濯物みたいなワイナーハッテマッピーマッピー、息子で一儲け。お小遣いはなしのバッナーハッテ。